こんにちは、今日はですね、マリンゲンボのラモンメイト、こちらを紹介します。ご存知ですね、一番、マリンゲンボで人気のある商品ですよね、こちらが入ってきましたので、こちらの方ですね、今日動画で撮影して動作チェックまでちょっとしたいと思います。今回正直ですね、ちょっと使用感があります。まあちょっとこのホッパーがちょっと古いんで、ホッパーちょっと変えますんで、良品にですね、ここをまず変えます。あとですね、ここを全部塗装しますんで、やり直します。後で塗装が終わったらですね、画像の方を上げたいと思いますので、ホームページの方ちょっと確認してください。かなりですね、まあパテやってその上から綺麗に塗装するんで、まあ見た目はですね、あの良品と変わらないような出来で出来上がってくると思います。でですね、ちょっとこの辺は、塗装が難しい場所なので、まあ、補修してます。目立たないんですが、まあほとんどわからないんですけど、よーく見ると、ちょっとわかります。いいですかね。錆がちょっとあったので、外観はこういうことしてます。あとこの辺もですね、綺麗に取りますので、まだ清掃済んでないんですけれども、かなりですね、状態も良くなって、できてくると思いますので、はい。あとですね、一番大事な識別機もこれ良品に変えてます。これとこれは良品に、こっちは変えて、こっちも変える予定でいますので、この辺が大丈夫だったらですね、まだ長いこと使えると思いますので、はい。それではですね、いつものように、ちょっと動作チェックしてみましょうか。番号はですね、この番号ですね。はい。ちょっと寒いんでですね、いつも言うように、この手の両替機はですね、読み込みが悪くなります。特にですね、マリンゲームはあのアース線をつながないとですね、1000円の読み込みが悪くなりますので、アース線を必ずつないでから両替機を使うようにしといてください。どうしてもですね、4点で時期を取ってるもんですから、ノイズが入ると線の読み込みが悪くなると聞いてますので、必ずアースを取ってください。はい。じゃあちょっとですね、千円札入れてやってみましょう。はい、問題ないですね。はい、もう一回いってみましょう。はい、もう一回いってみましょうか。はい、問題ないですね。はい、まあこの両替機ですね、すごく構造が単純でですね、扱いやすいってことで、一般の両替機扱ったことがないお客さんもですね、すごく支持してくれてます。まあですね、故障にも強くてですね、部品も比較的安く入るってことで、ゲームセンターとかですね、まあホテルの旅館とかで使うには、もってこいの機械だと思います。あとですね、やっぱり大きさもコンパクトでですね、持ち運びもしやすいってことで、まあちょっと持っていかれるのが嫌だなってお客さんいましたら、うちで防犯グッズの方売ってますので、新品でですね、そちらも合わせて買っていただければ、まあ無人のですね、ゲームセンターとかでも大丈夫だと思いますので、はい。今日はですね、マリンゲームのラモン、メイトを紹介しました。はい、ありがとうございます。